はい、毎度おなじみ土パフォーマンスでございます。ちょっと今日はですね、残念なお知らせと、いいお知らせ2つございます。はい、でちょっと残念なお知らせの方からちょっとお話しさせていただきたいと思います。残念なお知らせはですね、最近ニュースでも話題になっているコロナウイルス、これの影響が車関係にもバシバシ伝わってきておりまして、ちょっとですね、僕らが行く予定だったイベント関係が軒並み中止になっております。まず近々のものでいくと、ジュネーブモーターショー、はい、これが一応開催3日前ぐらいに、中止が決定いたしました。でジュネーブモーターショーはやっぱり最新のその高級車だったりスーパーカー、あとチューナー系も出展するんで、今年1年のそのトレンドが発信されるモーターショーでもあったんですけども、こちらが残念ながら中止になってしまいました。であとはモーターファンフェスタ、富士スピードウェイで行われるメーカーなんかも来るイベントですね、こちらも、中止が決定してしまいました。であとはタイのモーターショーだったりだとか、あとはアンパって言って台湾で行われる部品のパーツショーですね、こちらも中止に、こちらは中止じゃなくて10月に延期になったみたいです。あとはうちのアガーコーポレーションの、ペット事業部で行くとペットのイベント、インターペットなんかも中止になっちゃったみたいです。でその代わりにとは言っては何なんですけれども、メーカーそれぞれ、ショーに出す予定だったものが、ホームページだったりインターネットなんかでどんどん、発信されてます。例えばブラバスで行くととんでもない車が、YouTube でアップされてました。動画の説明欄の方にもリンク貼っておきますんで、ぜひ見てみてください。すごい車が出ております。はい、であとは多分ジュネーブに出る予定だったんじゃないかなと思われる、ブガッティのシロンの新しいやつだとか、あとはマクラーレンの 720S の、次というか、さらにパワーアップしたモデルとか、そんなのも、ネットの方に出てきてますんで、その辺もチェックしてみるといいんじゃないかなと思います。あとなんだっけな、そうなんです。はい、今カメラマンがいいこと言いました。はい、で一応ジュネーブモーターショーに行くのと一緒にドイツの方で、一応ノビテック社、中南のノビテックですね、こちらの方に、お邪魔する予定だったんですけども、それも残念ながら中止となってしまいました。はい、なんで来年になってしまうかなっていう感じなんですけれども、はい、ちょっと非常に僕らとしてはかなり残念な感じではあるんですけども、ちょっとやっぱりコロナウイルスの影響かなり出てますんで、本当にブラバスの担当の方も言ってたんですけども、健康第一でございます。はい、皆さんうがい手洗い、マスクで、ぜひともこの状況をみんなで乗り切りましょう。はい、そしてですね、いいお知らせもちゃんとあります。はい、いいお知らせはですね、なんとボンドグループ大宮店がオープンいたします。でですね、一応今のところの予定だと、5月ぐらいオープンじゃないかなっていう感じで、今絶賛準備中でございます。はい、去年名古屋店オープンさせていただいたんですけれども、一応2年連続の新店舗ということで、本当に皆様のおかげでございます。はい、そしてですね、一応大宮店では、他の店舗と同じように、車両販売と、あと車のカスタマイズメンテナンス、その辺なんかを全てトータルでやらせていただく予定ですので、大宮店できた時にはぜひ皆様のご来店お待ちしております。そしてですね、今絶賛改装中、店舗自体は、猪木の物件なんで今絶賛改装中でございます。ちょっとこれから行ってみたいと思います。行きますよ。というわけで行ってまいります。はい、やってまいりました、ボンド大宮の予定地。はい、こちらになります。すごい駐車場広いです。はい、場所的には、JR 大宮駅から北に3キロ、お車でお越しの方は、午後大宮線、新都心線ですね、新都心西出口から、車で5キロの場所にあります。で電車でお越しの方は鴨宮駅っていう大宮駅の2つ次の駅ですねがありますんで、もうその駅がすぐ近くになっています。はい、なので非常に、国境の交通機関でもお車でも非常にアクセスのいい場所になっています。でこちらが、駐車場兼、商品車の、展示スペースになります。でちょうど鋭角な駐車場なんで、ずっとこの辺までが、はい、商品車が並ぶんじゃないでしょうか。はい、でそしてこちらの車止めがあるところ、はい、こちらがお客様の駐車場になる予定です。はい、でここ今何もないんですけど、全部壁がそびえ立つ予定じゃないかなと思います。はい、でこちらの入り口がこっちですね。
もともとディーラーの跡地だったみたいで、かなり車に向いてる感じになってます。はい、でちょっとこの辺も傾斜がきついんで、ちょっとボンドスタイルじゃないんで、多分この辺も手が入るんじゃないでしょうか。はい、ローダウン、スポイラーついてる車これ入れないんで多分。はい、手入るんだよね。だよね、よかった。はい、というわけで、あのローダウンされた車も入れるように多分なりますんで、はい、ご安心くださいませ。そしてこちらの建物がかっこいい。もう外壁がボンドのイメージからブラックになっております。はい、で枠はステンレスのピカピカの枠で、はい、そして店舗の中はこんな感じです。結構広いんじゃないでしょうか。車多分 4,5 台道路に向けて、5台は無理かな、4台ぐらいは。はい、そしてこちらの奥側ですねが多分商談スペースだったり、になるんじゃないかなと思います。はい、いやいいね、いいよ。そしてこう、あ、そう、そしてですね、お車でお越しの方はちょっと中央分離帯があるんで、大宮方面からいらしていただくとちょっと店舗に入れないんですね。なんでそう、通り過ぎてから曲がっていただくか、もしくは手前のところを曲がっていただいて裏からお越しいただけるようになってますんで、はい、お車でお越しの方は、そんな感じで来ていただけるといいんじゃないかなと思います。で店舗の裏手、こっちがピットになります。ちょっと僕全然中の様子わかんないですけど、多分 そんなに広くないって聞いてるんで、1台2台ぐらい多分リフトが入って、まあ、カスタマイズだったり整備をさせていただく予定になってると思います。こんな感じでしょうか。はい、いやすごいね、新しい店舗かっこいいね。はい、で隣はあのガソリンスタンドなんで、はい、割とね、隣ガソリンスタンドだとかなり使えるんじゃないかなって。はい、まあ、ボンドもちょうど裏店も、裏店のすぐ前がエネオスなんで、はい、すぐガソリン入れたりとか、はい、すぐ洗車したりとか、はい、まあ、洗車はまあもう裏店でもやるけど、はい、そういうこともできますんで、はい、いや場所はかなりいいんじゃないでしょうか。はい、で大宮の駅前の通りをずっと上がってきてもらって、この最後の信号を曲がるとボンド大宮でございます。高速でお越しの方は西口で降りて1回曲がって、ここまで来たらもう1回曲がる感じですね。はい、ちょっとこの辺もじゃあどんだけ綺麗になるのか。はい、大昔でもないのか。はい、かなり前になんか国産メーカーのディーラーだったところみたいです。なんでちょっと年季が入った柱とフロアも、ちょっとこの辺もどれだけ綺麗になるか、じゃあお伝えしましょう。はい、この辺もかなりまだ全然手が入ってない状態なんで、はい、劇的ビフォーアフターのちょっと BGM も多分絶対引っかかると思うけど、ちょっとそれを使ってキラ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 って、はい、ちょうどボンド大宮予定地の後ろに保育園があるんですけど、今日あの春から園児たちはスーパーカートを戯れる園児になるっていう、怒られるよ。ウォーンなんつって怒られます。はい、いや車好きに育ってくれるといいですね。はい、全然知らない人んちの子供だけど。外壁塗っただけでなんか全然違わないイメージがね。ちなみに Google ストリートビューで見ると、多分前のなんか住宅のリフォームの会社かなんかのショールフームになってると思うんですけど、やっぱり塗ると全然違いますね。はい、あ、かすかになんかサービスかなんかの文字が、かっこいいな。いや本当に劇的に変わるみたいなんで、はい、はい、というわけで今回はボンド大宮予定地をちょっとお届けしました。まだ全然本当に出来上がってないんで、まあ、5月一応今のところの予定だと5月ぐらいオープン予定みたいです。はい、で次回はですね、なんとこのボンド大宮の改装のなんかミーティングというか打ち合わせに参加させてもらえるということなんで、ちょっとその様子を、まあ、どこまでお届けできるかわかんないですけど、ちょっとお届けしたいと思います。というわけでチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。